ましてですね、紹介していきたいと思いますよ。紹介していきましょう。コートネームつぼこさんからいただきました。ありがとうございます。村瀬さん、石川さん、諸星さん、お願いします。お願いします。セカンドシーズンで登場したやちちゃん。バレーのことを知らない、ある意味、より視聴者に近い目線が入ってきたことによって、また新たなカラスノの一面が見られるのではとワクワクしております。うん、第3話 A パート終わりのサーブを打つカット、やちちゃんらしくてとても可愛かったです。これからもカラスの、そしてやちちゃんの成長を楽しみにしています。諸星さん、やちちゃん頑張ってということでメールいただいております。同様のメールがたくさん来ておりますので連続で紹介していますね。コートネームさとみさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。やちゃんの代名詞ともいえるビビリの演技に感服しました。また村本 B 村人やばい村本さん芸人さんで僕知ってますね。また村人 B の松陽とのやり取り、そこからのやっちゃんの成長には泣いてしまいました。あのシーンはやっちゃんと同い年のすみれちゃんが演じたからこそリアリティが出たのかなと感じました。もう一つ、コートネームメロンソーダ@やっちゃんマジ天使さんからいただきました。ありがとうございます。セカンドシーズンでやっちゃんの声を聞いたとき、やっちゃんだ、喋ってる、かわいい、かわいすぎると叫んでしまいました。本当にそうなのかな、その言い方。わかんないの、書いてあるから。書いてあるんだよ、ちゃんと。うん。叫んでしまいました。背景を見てると元気が出ます。すみれさんは、現役高校生なのに声優というすごいお仕事をしていて、とても憧れます。小学生の方からの。嬉しいですね。たくさんのメールが来て、そうですね、これだけ幅広い方に見ていただいて、その中でもやっぱりやっちゃんという存在大きかったっていうのがすごくわかるメールですね。嬉しいです、本当に。なんか村人 B の時の話とかすごく聞きたいよね。あ、聞きたい。もうあれは緊張しましたね。すごい大事なシーンだと思っていて、でも あんまりそこまで考えすぎないようにと思って、こうやちちゃんも初めてこう大きい声を出して自分の気持ちを主張するっていうシーンだったので、あんまり考えすぎないように等身大で感じたことを、はい、まあ、そんなもう感じたまんまの感性のお芝居をもうバンバンぶつけてこられた日向的にはどうでした？あのね、なんか変な話だけど、テストの時にそのお芝居やるじゃん、はい、でやってる時にもうなんていうのかな、自分が村瀬なんだけど今26歳じゃん、はい、だけどなんかすごいこう会話するたびにこうアフレコしてる同時に、なんかね、すごい学生時代の思い出とかが走馬灯のようになんかポワッとたまに浮かんでくんの。だからなんかそのやっぱ空気感とかが本当にだから高校生、現役の高校生がやるっていう意味がすごくあるんだなっていうのをテストの時にすごい感じて、でもそっち側に引っ張られちゃって、なんかテストの時にその村瀬の方が主に出てきちゃった。だからいかんいかんって思って、でそれで菊田さんにもちょっとやっちゃんに音響監督の菊田さんにもちょっとなんか向かいすぎてて、なんか話聞きすぎみたいな感じで言われちゃったから、あ、そうだ、日向だからなって思って、ちゃんと軌道修正。確かにそうだったね。そうそう、なんかすごい、なんていうの、こうやっぱ隣で芝居してて声がわって聞こえてきて、それに引っ張られるから、なんか自分の中の感覚としてもすごいなんか色鮮やかによみがえってきて、だからすごい3話とか、あと5話のあの喧嘩の仲裁に来る、あそこね、あそこのやっちゃんの途中でさ、喧嘩だ、舐めなよっていうところの、この、本当にビビってるっていうか、でも止めなきゃっていう、すごい好きで。本当に怖かったんですよ。もう、本当に怖くて、あれはもうリアルなビビりです。でそう思ってもらえるのは俺らとしても嬉しいですけど、嬉しい。いやでもそれをこう、バーンとお芝居で出せるのはすごいですね、やっぱり。あそこの空間に3人がいたよね。いたね。すごく、うん。あのアフレコの時にもすごい感じたけど。うん。で、オンエア見てさ、やっぱり絵にも助けられたけど、本当にいいシーンになったなっていうのを実感した。もうなんか絵の方の底力も感じたしね。絶対負けるかみたいな。あ、そのシーンの感想が見えてきているとのことなので読ませていただきます。村瀬さんにあやねと呼ばれたい。村瀬さんにあやねと呼ばれたい。でも呼ばせません。はい。アニメ5話の影山と日向の、呼んじゃうんだよな。アニメ5話の影山と日向の争いのシーンを見てなぜか泣いてしまいました。ここのシーンのやっちゃんの仲良くしようねってところがちょっと本当に真似できないんですよ。ねのところが音節がなんか伸びてたんだよ。そう、あれね、でも伸び方ね、真似できないの。できない。俺あれやろうと思って、俺もやろうと思って真似そうリピートして真似してたのが無理だった。
そう、多分あれはね本当にリアルなんだと思う。すごいね、うん、響き音だもんね。でそんなところが私の涙腺を攻撃してきました、うん、周りから自分の貫きたいことを否定されてでも諦めずに突っ走っていく日向がかっこよかったです、うん、やっちゃんのことはもともと好きだったのですが、すみれさんの声を聞いてさらにやっちゃんが好きになりました、うん、ああ、もちろん影山も好きですよ、かっこ笑え、おーおー、珍しいね、なんかその場所強みなんかね、普段だいたい、はい、なんていうの、こう俺とかひなたのことがだいたいなんかかっこ笑とかもしくは書かれてすらいないってことが多いんだけど、珍しいね。おお、でも全然全然大丈夫大丈夫、まあ、確かにね、あの字はね、影山きつかったしね確かにいや、でもなんかさ、ファーストシーズンを終えて、うん、あの関係性ができてからこそここのやり取りがさ、よりなんかこう怖いって思えるものがあったよね、うん、多分。そう、あそこに関しては俺もちょっと話したいことあって、うん、あの話数でその最初にこう菅さんに連れてかれて3人で話してたシーンあったじゃないですか、うんうん、はいはい、あのところ、いつもだったらもっと激しくこう色をつけたお芝居をね、うん、しようかなっていう風に思ってたんですけど、うんうん、でもなんかその5話までにあのやっぱりラジオもやってきて、うん、で一緒にアフレコ現場立ってきたから、うんうん、多分全部削ぎ落としても汲み取ってくれるだろうなと思って削ぎ落としてやったら、うんうん、本当にそのまま汲み取ってくれて、うんうん、でなんかそのなんか心のやり取りみたいのがすごいできた気がして、だからね、だからこそあの後のそのやっちゃんの涙があったじゃない、うん、あれねマジでねグッときた。いや、あれ切ないよ。そう、あの日向のセリフもそうなんだけど、あそこでちゃんと泣いちゃうやっちゃんに感情移入しちゃった俺は。あの最後のさ、日向が自転車でこう去ってさ、うん、で涙でこう拭うところまでさ、もうあそこまですごいね。いやー、そこなんだよね。すげえいい話だったね。5話ね、見てない人はね、ごめんね、でもね、ちゃんと見て。マジですげえから5話。見てください。お願いしますよ。いやマジでね、あれは本当にいろんなものが固まった回でしたね、うん、はい、これから動き出すためのね、ちゃんと布石にもなってるので、うん、ぜひご期待ください。もう一回